アントニー・バークリー、アントニー・バークリー・コックスは、イギリスの推理作家。アントニー・バークリーのほか、本名である、A.B. コックス、先祖の名から取ったフランシス・ワイルズ、別邸の名から取った A、モンマス・プラッツ。といった名義も用いた。革新的な作風で、得入りチョコレート事件、殺意、試行錯誤といった作品で知られる。1893年ハートフォードシャーの裕福な、 医者の家に三人兄弟の長男として生まれた。オックスフォード大学を卒業後、第一次世界大戦に陸軍大員として従軍した。その後はユーモア雑誌、パンツの常連気候家としてユーモア小説などを発表していた。1925年に名義で出版したレートンコートの謎が評判となり、以降推理小説を盛んに発表していくことになる。 地下室の殺人、第二の銃声など、ロジャー・シェディンガムを探偵としたシリーズや、ピカデリーの殺人など、アンブローズ・チタウィックを探偵としたシリーズ、アイルズ名義で発表した犯罪心理小説などの数々は、推理小説を元気に広く読まれた。小説によって築いた財産や相続財産は、莫大なものであったと言われるが、1939年、 以降はほぼ絶筆状態になり、晩年は不遇であった。バークリー名義の実験的な複数探偵もの、毒入りチョコレート事件や、登場人物の性格描写が優れた、第二の銃声などは、いずれも、推理小説に、新しい地平をもたらした、理定表の一つである。またフランシス・アイルズの名で発表された、殺意、レディに捧げる殺人物語などの作品によって、 犯罪心理小説の分野を開拓した。ドンデンガを偏愛する作風については、評価する声がある一方、あまりにも唐突すぎて、十分に根拠が語られていないと、同時期の英国推理作家、セイヤーズのウィムジーものの中で、ロジャー・シェディンガム式として批判されている。シャーロック・ホームズ流名探偵を嫌い、無礼でおしゃべりで、社交的な探偵、ロジャー・シェディンガムを登場させた。 シェリンガムは決して天才的ではなく、誤った推理も数多い。仲間であり、公的種でもあった、スコットランドヤードのモーズビー警部もそれまでの、典型的警察像と離れ、シェリンガムと対等に捜査合戦を繰り広げ、時には勝利する。名前の頭文字を取ると ABC になる。イニシャルを取った、AB コックスはもちろんだが、毒入りチョコレート事件。 試行錯誤の探偵アンブローズ・バターフィールド・チタウィックも同様なのが面白い。このチタウィックもホームズとはかけ離れたタイプの探偵である。推理小説会の支援者であり、1928年頃にセイヤーズや FW クロフッツラと共に設立した推理作家の親睦団体ディテクションクラブでは、その名誉主席会員として偶された。日本では、 近年主要作品の翻訳が次々現れ、再評価が進んでいる。A.B. コックス名義で新聞に連載され、モンマス・プラッツ名義で刊行されて以来ほとんど知られる、ことのなかった、ヒソリー・ディザピアーズまで翻訳された。内は米国での題名ないし別題。内は翻訳書の題名である。マリスは放送と、a ストリー・オブ・エ A コモンプレイス・クライム、1931 撮影ビフォーザファクト、エイマーダーストーリーフォーレディース、1932、レディに捧げる殺人物語から、断崖のタイトルで映画化されている。アズ・フォーザ・ウーマン、A ラブストーリー、1939、被告の女性に関しては、ザ・ファミリー・ウィッチ、1926、ザ・プロフェッサー、オン・パウズ、1926、ミスター・プリー・ストリー、エス・プロブレム、1927、 プリーストリー氏の問題しソリーディサーピアーズ1927シシリーは消えた早川ミステリー112の放題ありがとうございます